はい、理想の下地作りです。今日もデスクお疲れ様でございます。ガチでやばいです。変態配列と変態的打鍵界で有名な思考の変態キーボード HHKB の変態性が霞むほどの究極のド変態キーボードキーボール39に出会ってしまいました。いきなり結論ですが、手腕肩がさらに楽になる究極のタイピングフォーメーションにたどり着きました。親指トラックボールで手の移動が無になりました。マウスやマジックトラックパッドすら消しされて、さらにデスクスッキリです。 iPad ミニ用のコンパクト持ち運びキーボードにもなりますし、 iPad Pro でのペン書き&キーボードハイブリッドスタイルにもベストマッチです。快適オシャンティに使い倒す超厳選おすすめアイテムを一切妥協なしで炙り出しておきました。理想の書斎作り流キーマップも晒します。無限の可能性がほとばしるキーボールですが、常軌を逸した変態性ゆえに我々使い手にも相応の覚悟が求められます。注意点や地獄ポイント含めてお話ししていきますので、ぜひ全部見てみてください。ところで本題の前に一つ釈明です。 HHKB プロフェッショナルハイブリッドタイプ S 墨色無刻印という至高のキーボードがありながら、キーボールに至った経緯ですが、白状しますと、小指さんの守備範囲、専門用語で絶対領域と言いますが、ここのタッチタイピングが未だにあやふやでした。 HHKB は十分コンパクトなはずなのに、それでも届かぬ己の小指の短小さにもはや定感の念に達しつつあったところ、だったら絶対領域を削り取ればいいのではって仮説が不意に降臨しました。で、はじめキークロンさんの最新 40% キーボード Q9 を試しました。ことことお上品な打鍵感、金属ずっしりな高級感、そしてキー数 40% なミニマルさが最高でした。正直今でも一番かっこいいと思います。ただですね、 HHKB と比べて横幅がだいぶ広い。あと重さ1キロ以上もあって持ち運びは厳しい。あれ、そもそもキーボード探しは HHKB でフィニッタはずではなかったか。深淵を覗くとき、深淵もまたこちらを覗いているのだ。19世紀の大オタクフリードリヒ・ニーチェ兄さんの言葉が蘇ります。そんな折に視聴者さんから、キーボードシリーズをおすすめしますよとのコメントに打ちのめされた次第です。独断と偏見とリビドをたっぷりにお話ししていきます。まずはキーボールについて、僕が感じたメリットデメリットも含めて一気にお話ししていきます。キーボールは岐阜県に実店舗をお持ちの白金ラボさんが企画開発されている自作キーボードです。安易な気持ちで実店舗にキーボールを触りに行こうもんなら、だいたい 100% の確率で沼にはめ込まれるのでご自愛ください。ちなみに自作といっても組み立てサービスも提供されてます。僕は組み立てはお願いさせていただきました。ただこのサービスも初心者ホイホイな罠なのでご自愛ください。最大の特徴は 34mm トラックボールです。ホームポジションキープのまま操縦できます。マウスの左クリック、右クリック、真ん中クリックなども全てキーボードに仕込めます。西洋の言語も含めて検索の限りを尽くしたんですが、理想の書斎作り調べではこんなにも実用的なトラックボールを積んでるキーボードは現時点で他にないと思います。2ヶ月近く普通のデスクワーク&時々 YouTube 動画投稿的なサムシングで毎日徹底的に使い込んでますが、僕はマウスもマジックトラックパッドも一切触らなくなりました。親指でこのボタンを押してる間は球がスクロールモードに切り替わって上下左右にスクロールできます。動画編集でのタイムラインの横スクロールもできます。さらに Mac に接続したキーボードやマウスからそのまま近くの iPad など操作できるユニバーサルコントロールって神機能があるんですが、この状態でもスクロールまで含めて完璧に動作してくれます。マジですごいです。玉袋パーツの精度も抜群でヒュンと装着できるのに落下はしないありさまです。デメリットは玉袋の掃除が必要なことかと思います。僕の場合、玉を取り出してホコリをティッシュでサッと取ってます。これだけで玉滑りの滑らかさが即復活です。1週間に 1,2 回の頻度でこの掃除をしています。もう一つの特徴が左右に分かれていることで、これがまた本当に素晴らしいです。ひとまず自由な幅でタイピングできます。手首の角度も自由自在で、少し内股にするとさらにエルゴノミクすることができます。間に物を置けます。 iPad を置くと手書きとタイピングを超快適に融合できますし、ループデックを置くと動画編集での手の動きを最小化できちゃいます。とここまでは序の口で、ここからが真骨頂です。ただもしその理解間違ってるよとか、その使い方は危険だよとかあれば、ぜひコメントで教えてください。どうやらですね、キーボールには左右それぞれに独立した脳みそがいます。コンピューターにつないだ方が主。
もう一方が奴隷になります。なのでどっちをコンピュータにつなぐか使い分けることで2つの脳みそイコール2つのキーマップを使い分けられます。僕の場合左3をつなげて主にすると MacBook のためのキーマップ、右3をつなげて主にすると iPad 用のキーマップと使い分けてます。 Windows と Mac で使い分けるとかもありえそうです。さらに奴隷側は切り離してしまって主側だけでも動くようです。となると初めから片側のみ使用前提でキーマップを組むのもありと思います。ちなみにキーボールは球を左手側に仕込むこともできちゃうんでご安心ください。ところでどうやって数字とか記号とか入力するんって思いますよね。複数のレイヤーに分かれてるキーマップを切り替えることで全て難なく入力できます。詳細は動画後半で詳しくお話ししますが、例えば数字を打つときはこのボタンを押してる間だけ10キーがあるレイヤーが有効になるみたいな感じです。キーマップの入れ替えはリマップというウェブアプリで一瞬で行います。しかもキーマップはキーボール自体に記録されます。なので違うパソコンや iPad で使いたいと思った時もケーブルを突き刺すのみで OK です。有線って実はめちゃんこ便利やんってちょっと見直しました。デメリットはキーマップ試行錯誤は最も時間を吸い取られる究極の沼である点です。特にキーボール39だと物理的なキー数が少ないのでそれなりの工夫が求められます。39をやりすぎやろうとお気づきなまともな感性をお持ちの同士の方は61とか46とか44あたりが無難かもです。僕自身は小指が届かない絶対領域の削除とキーボード自体のコンパクトさが最優先事項だったので39で大満足です。それではさらに快適に使い倒す厳選おすすめアイテムのご紹介です。自作キーボードはカスタマイズ性イコール選択肢の幅が無限大です。これはメリットでもあるんですが、正直真っ当なビジネスパーソン風の同士の方はキーボード沼にはまる時間はないですよね。近所のおばさんも多すぎる選択肢はマーケティング的にも人生論的にも不幸やでと言ってました。ということで理想の書斎作りが地獄の試行錯誤を代行しておきました。分離キーボードの世界ではテンティングという概念が存在します。三角お山テントのように置くことです。またまた大げさな、これだからオタクはと思ったんですが、残念ながらテンティングした方が明らかに手の疲れが無になることを認めざるを得ません。フラット状態で長時間キーボールを使うと右手に疲れを感じます。球を転がす親指の動作が原因と思われます。でテンティングソリューションですが、いろいろ試した結果マンフロット師匠の超小型ミニ三脚が最強です。まず安定感が抜群です。3本足なのでテンティングに加えて前後の傾きも調整できます。この後詳細は説明しますが、マグネット吸着させるんでスタンドの位置の調整とか取り外しての収納とかも圧倒的にしやすいです。カメラ用の磁気スタンドを取り付けてキーボール側にスチールプレートを貼るだけです。マスキングテープの上に貼るようにすると貼り直しも簡単です。磁気スタンドの磁力はかなり強力なんで、スチールプレートが大きすぎたり厚みがありすぎると磁力が強くなりすぎるのでご自愛ください。キーボールをテンティングさせつつ、昇降デスクでキーボールを手首よりちょっと下にして椅子のアームレストをパームレスト的に使う状態が最も疲れないことが判明しました。ちなみに外では椅子や天板の高さを変えられないですが、この時もテンティングした方が楽で十分快適に作業できています。接続はマグネットコネクタが超絶おすすめです。ドッキングステーションや iPad への切り替えも楽ちんですし、何より端子への抜き差し物理負荷をほぼゼロにできます。 iPad との接続はコイルケーブルがおすすめですが、理由はコイルの伸縮バネ効果ではないんです。コネクタの向きがコイルの支点と終点でリセットされて、取り回しの自由度が約2万倍にアップするのが最高です。持ち運ぶ時もおとなしく収まります。普通の短いケーブルだと強引にねじ曲げる必要があって端子に負荷がかかってしまいますし、長いと自由度は高まりますが邪魔です。左右をつなぐ TRRS ケーブルは沼です。このメタルケーブルが最強と思っています。80センチという過不足ない長さ、ふんやりまとまる絶妙な柔らかさと重み、極上な質感が素晴らしいです。赤字祭りの試行錯誤も晒しておきます。短めコイルケーブル、パッと見いい感じですが幅が全然広がりません。分離キーボードのメリット 90% 減です。長めコイルケーブル、僕は見た目がちょっと好みではなかったです。キーボールの端子保護のための L 字コネクタ、質の高いものが発見できずでした。同じく端子保護のための短め L 字ケーブル、ちょっと大げさすぎですし、コネクタ部分がネックです。キーンネージエンジニアリングのオシャンティーケーブル、
結構好みでしたが、軽すぎて収まり悪しです。トラックボールの球は沼です。ケンジントンのトラックボールからむしり取ったシルバーボールがベストでした。選定基準は滑りの良さと色の2つです。 Amazon で気軽に買えるペリックス玉が王道と思われますが、ケンジントンのシルバーボールより明らかに滑りが悪いんです。何かしらの潤滑油があればペリックス玉でもいいかもですので、玉メンテの正しい情報をお持ちの方はぜひコメントで教えていただけると嬉しいです。色ですが、玉袋が白なんで個人的には黒よりシルバーの方が合う気はしています。キーキャップは絵に描いた沼です。最終的に大好きな HHKB 墨色に質感が酷似しているキーキャップに落ち着きました。本当は親指側の低いキーキャップも墨色に揃えたいんですが、まだ見つけられていません。プレートも玉袋も含めて全てがマットブラック風味なキーボールが欲しいとお考えの同志の方も多いかと想像します。墨かカーボンかチタンあたりの雰囲気が出たら泣いて喜び買いしますので、白金ラボさん何卒よろしくお願いします。ちなみに押し心地とか打鍵音とかを司るキースイッチも大概な沼ですが、この動画ではもはや割愛します。持ち運び方法は沼です。僕はリヒトラブさんのポーチでゴールしました。左右を分けて収納できますし、スタンドやケーブルまで全部入ります。それでは理想の主体作り流キーマップについてですと思ったんですが、ちょっと動画が長すぎるんで、今回はエッセンスをギュギュッと凝縮してお話しさせてください。キーボールのキーマップはレイヤーに分かれます。レイヤー0は押したらそのまま入力されるキーです。親指でレイヤー1のキーを押してる間はレイヤー1のキーマップが有効になるみたいに切り替えます。レイヤー3はキーボール自体の設定レイヤーです。カーソルやスクロールの速さとか LED の色とか発光パターンとか、これらの設定の保存とかリセットとかをキー操作一発でアプリなしで実行できます。言語は左の親指でラング1で日本語、ラング2で英語に切り替えます。エンターもバックスペースもデリートも全部親指です。この親指活用が慣れるのに一番苦労した部分です。で、左さんに記録してる Mac 用のキーマップはこんな感じです。レイヤー0にはタブやエスケープキーすらないので、これをレイヤー1に置いてます。 Windows 整理アプリのマグネットのショートカットなんかもレイヤー1です。レイヤー2にはトラックパッド抹殺部隊としてミッションコントロールとかデスクトップ切り替えとかブラウジングの進む戻るタブ切り替えなんかのショートカットを仕込んでいます。これら全てを右手一つでホームポジションのままこなせて超絶便利です。一方で右3につなぐと iPad 用のキーマップです。特にレイヤー2でキーボードから一切手を離さずにホームに戻ったりアプリ切り替えができたりするのがお気に入りです。ちなみにですが、キーマップ設定用のウェブアプリリマップは iPad からアクセスすると動きません。そこで Mac のユニバーサルコントロールがすごく役立ちます。先ほどもさらっとお話しましたが、ユニバーサルコントロールって機能は Mac に接続しているマウスやキーボードからそのまま近くの iPad などを操作できる便利機能です。これでリマップは Mac からアクセスしていじくる、キーマップの動作検証の時だけそのままポインタを iPad 側に移動させて iPad で動くか試すみたいにできてすこぶる便利です。自分でも何を言ってるのかよくわからなくなってきました。ちなみにキーボードの配列が特殊すぎて他のキーボードが使えなくならないか不安になりませんか？僕はこれが最大の恐怖だったんですが、どうやら問題なさそうです。普通に MacBook のキーボードで作業したり時々 HHKB に戻したりしてますが、使い始めだけ一瞬戸惑うもののすぐに感覚は戻ります。僕は格闘ゲームとかシューティングゲームとか本当に雑魚ですし、小学生の時はソプラノリコーダーでエーデルワイスとか得意げに吹いてたはずなのに、高校でアルトリコーダーに切り替わってしまって全くついていけずに、音楽の成績は学年で下から5人。自作キーボード言うてもキーボードなので投資対効果が低そうだし、の割に沼ばかり深そうと今まで避けてきました。今回は組み立てサービスをお願いしたので自作キーボードにハマったわけではありません。たまたま購入した分離キーボードがくしくも自作キーボードだったとです。決して全てのキースイッチを一つ一つ分解洗浄して再度理想の油を差し直すルブ作業や静音用ウレタンフォームの導入による打鍵感打鍵音の質の追求とか、組み立てサービスをお願いしたのに結局全部自分でバラして構造の理解塗装電子回路の勉強を聞いては自作キーボードの設計にトライするといった反社会的行為に手を染めるつもりはあります。今日も最後までご覧いただき本当にありがとうございました。理想の主体作りでした。